アシタバのカジョアシタバは、セリカシシウド属の植物。日本原産で、房総半島から、紀伊半島と伊豆諸島の太平洋岸に自生する。伊豆諸島、伊豆半島、三浦半島及び、房総半島の個体は、古くから自生している個体であるが、紀伊半島の個体は近年、紀洋島に移植された株である。種商名は、明治時代の植物学者、伊藤圭介の件名。 別名八条草、明日草、明日穂。春の季語。和名明日葉の名は、狂人で発育が早く、今日、葉を摘んでも明日には、芽が出ると形容されるほど生命力が旺盛である、ことに由来する。野菜として、明日葉が常食される八条島は、産地として有名なことから八条草の名でも呼ばれている。草丈1メートル前後に育つ。多年草であるが、 2から3年で、黄色の傘形花樹をつけ、その後に扁平な楕円形の果実をつける。開花結実すると枯れてしまう。冬にも緑色を保つが、寒さにやや弱い。葉は2回3では上腹葉で、根なして大きく、虚子がある。茎を切ると淡い黄色の汁が出る。根は地上部に比すると太く、旺盛に伸長する。 伊豆大島系と八丈島系の系統が存在しており、伊豆諸島でも島ごとに多少形状が異なるとされる。茎の色で伊豆大島産のものを赤系、八丈島産のものを青系と呼ぶ。また、三倉島産のものは他の島に比べ茎が太いとされる。葉と茎は食用にされ、主に若葉を食べる。香りと味に独特の癖があるため、 天ぷらやバター炒め、おひたし、マヨネーズ愛等、多少癖を抑える調理法が取られる。特に、伊豆大島では、明日葉を椿油で揚げた天ぷらが、名物料理になっている。塩茹でして、水にさらしてから調理に使うことによって、強い癖は和らぎ、調味料も馴染みやすくなる。ベータカロテンが豊富な健康増進野菜として知られ、油を使った調理法は、 ベータカロテンが体内でビタミン A に代わって油に溶けて吸収されることでビタミン A を効率よく取ることが出来薬も消えて食べやすくなる。伊豆諸島では農協やスーパーの店頭で野菜として通年販売されている。また伊豆諸島では多くの土産品などに足タバの粉末が使用され、いわゆる健康食品だけでなくケーキ、蕎麦、焼酎、茶、こんにゃく、 アイスクリーム、アシタバのネイリドリンク等が販売されている。伊豆諸島の属する東京都がアシタバ生産高全国第1位となっている。2005年の日本のアシタバの市場流通量は1500トンと推定されるが、うち約9割はサプリメントなどの加工用に用いられ、野菜として流通するのは約170トンである。2006年現在、野菜としてのアシタバの生産量は、 東京都が88.9%を占め、新興産地の茨城県が9.9%でこれに次ぐ。便秘防止や利尿、高血圧予防、競争作用があるとされ、緑黄色野菜としてミネラルやビタミンも豊富に含まれる。特に塩分を体外に排出する作用があるカリウムと、癌予防に役立つと考えられているベータカロテンが多く含まれているのが特徴である。 豊富な食物繊維は下場 100g 中に約 5g ほど含まれ、食物繊維が不足がちな現代人に役立つ野菜として注目され、さらに茎を切った時に出る黄色い汁に含まれる成分はフラボノイドで、便通を整える作用がある。特徴的な成分としてはカルコン類やクマリン類を含み、これらは抗菌作用を持つ。中国でも薬用に用いられており、 古くは明の時代に編纂された薬草辞典本草項目にその名が見られる。日本では江戸時代中期に貝原駅兼の山和本草で八丈島の需要競争に良い薬草として紹介されている。また枯れる前に掘り起こした根は薬用として朝鮮人参の代用品に利用されている。収穫時期及び生育年数や系統により含有している成分や 抗生比には、差異がある。万能薬のように言われることもあるが、俗心の息を出ないものも多い。なお、禁煙種のハマウドは、関東及び中部地方異性の海岸に分布し、明日バとよく似ているが、茎を切った時に出る汁の色が、薄いので区別できる。ハマウドは有毒植物ではないが、普通は食用にはされない。米倉康二、高等植物分類表北流館。 2010年、10半。ISBN978 から4から 832608382E。大場秀明、植物分類表アボック社。2010年、第2冊。ISBN978 から4から90万358から61から4。AB ヨネクラ工事、ジ、カ忠。タアンジェリカキスケイコズ。 BG プランツワミオ学名インデックス。2015年5月16日閲覧。アンジェリカ・キスケイコズ。トラーピコス、ミズーリ・ボータニカル・ガーデン。170万2369。2012年8月4日。閲覧。ABCD ・小池隅子1998。P14。高事園第5班 ABCD ・長田純一。明日場について。 食品成分有効性評価及び健康、影響評価プロジェクト解説集。国立健康、栄養研究所。2015年5月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年5月15日閲覧。ABCDE 小池澄子1998、P15、ABC ババホカ、32ページ文部科学省、日本食品標準成分表2015年版。 厚生労働省、日本人の食事摂取基準。ありがとうございます。